シュレーダー・クリスティナ・シュレーダーは、ドイツの政治家。所属政党は、ドイツキリスト教民主同盟。2009年11月より2013年12月まで、第二次、アンゲラ・メルケル内閣で、家族、高齢者、夫人、青少年賞を務めた。ヘッセン州ビースバーデンに生まれる。州派は、独立福音・リター派協会。1997年にアビトゥアに合格して、 地元の高校を卒業後、マインツ大学で社会学、近現代史、哲学、政治学を学ぶ。2002年に終了。1991年にドイツキリスト教民主同盟の青年団組織、ユンゲユニオンに加入し、1994年には同等に入党した。1992年から知地,地区代表。 1997年から2003年までは同軍代表を務めた。1995年からセディ西ヘッセン代表委員。在学中の1997年からヘッセン州議会議員、ビルギット・ザイメッツ・ロルツの支援者となり、また同時に1998年から2002年までマインツ大学の学生女子を務めた。2000年、ビーズバーデン市議会議員に選出される。 2002年、ドイツ連邦議会に初当選。連邦議会では、内務委員会委員、また、党のイスラム教、同化政策、過激主義担当委員を務める。同年より、ヘッセン州党代表委員。2006年から2009年まで設置された、バンド調査委員会の党代表を務めた。政治活動と同時に、学業も続けており、2009年4月に、 博士論文を提出した。指導教官にはその政策は、リベラル保守と評され、2009年ドイツ連邦議会選挙では、従来の比例代表ではなく、ドイツ社会民主党のハイデマリー・ビーチョレック・スオイル、経済協力賞と同じ小選挙区から出馬して、当選を果たした。さらに、同年11月に、同じヘッセン州選出の、フランツ・ヨーゼフ・ユング労働省が不祥事の責任を、 とって辞任したため、その公認の労働省に転じた、ウルズラフォンでアライエン家族、高齢者、夫人、青少年省の公認に就任した。フィリップ・レスラー保健省よりも若い32歳での大臣就任により、第二次、アンゲラ・メルケル内閣では最年少の閣僚になった。この職は少子化対策担当であるが、シュレーダー自身は大臣就任当初見込んであり、子供はいなかった。 2010年2月に同じ世リの政治家を折れシュレーダーと結婚し、大臣就任当初の旧姓ケーラーからシュレーダーに改めた。2011年6月には第一子となる女児を出産した。大臣の在任中の出産はドイツ史上初めてのことであり、シュレーダーは6週間の育児休暇を取った。2013年ドイツ連邦議会選挙の開票で自身の当選が決まった直後、 マスコミとのインタビューで、今後は、娘のための時間をより多く持ちたいので、連邦議会議員のみを続けて、大臣職留任は希望しないと発言した。同年末に成立した第三次、メルケル内閣では、希望通り大臣職から離れた。2014年6月に、第二子を出産。2017年ドイツ連邦議会選挙には出馬せず、政界を引退した。ありがとうございます。